自己満足と手抜きの部屋へようこそ。今回は、ウェブカメラ、これが、CG-WC200 です。誰もレビューしてないみたいなので買ってきました。あと、比較用にマイクロソフトウェブカムスタジオも買ってきました。では開封します。中身は本体と説明書だけです。ドライバーもソフトもメーカーのホームページにもありません。では、接続します。接続しました。専用ソフトがないのでフリーに XWebcam レコーダーを使います。撮った動画がこれです。では、ウェブカムスタジオの方もつなぎます。こっちはメーカーのサイトからドライバーと専用ソフトをダウンロードしてインストールする必要があります。すでにインストールしてあるのでそのままつなぎます。専用ソフトで撮った動画がこれです。明らかにこっちの方が画質が上です。まあ、ウェブカメラとして使うならありだと思います。もしかしたら、設定を変えればもっと綺麗に映るかもしれません。ちなみにウェブカムスタジオでフリーに XWebcam レコーダーで撮った動画がこれです。ウプ主さん、このチャンネルってどこの層に需要があるんでしょうか？どこの層に需要があるのかわからないボールによる解説、マイナーな商品レビュー、マニアにしかわからないと思われるカスタムロム。わからないって。いいんですか。そんなんで。それとなんでこのチャンネルはギャラクシーネクサスマシュマロの動画の再生数がどんどん上がってるんでしょうかね。解説どころか。音声すらない動画なんですけど。謎ですね。ご視聴ありがとうございました。